ウィーン裁定は、ウィーンで行われたドイツを後ろ盾にしての、東欧諸国の領土確定決議。1938年11月2日に、チェコスロバキアから、ハンガリー王国に、南部スロバキア、南部カルパティアルテニアの割譲を定めたものを第一次、ウィーン裁定。1940年8月30日に、ルーマニア王国から、 ハンガリー王国に北部トランシルバニアを割上することを定めたものを第22位に裁定という歴史的なハンガリー王国の境界1918年10月28日オーストリアハンガリー帝国からチェコスロバキアが独立を宣言した第一次世界大戦においてチェコスロバキア臨時政府はオーストリアハンガリー帝国からの独立を目指して参戦していた チェコスロバキアは、トマーシュ・マサリークのチェコ人とスロバキア人の連邦政府構想に基づいて生まれた国家であり、チェコ人が多く住むボヘミア・モラビア、スロバキア人の多く住むスロバキアを領有する国家を構想していた。1918年11月4日、オーストリア・ハンガリー帝国は降伏した。かつて、ルーマニア戦線で同盟国に敗れ、 同盟国と交和していたルーマニアは休戦協定を破り、11月9日、オーストリア・ハンガリー帝国に含まれるトランシルバニアに侵攻した。トランシルバニアは大ルーマニアと呼ばれる領域に含まれており、ルーマニアにとっては祝願の地であった。11月13日、オーストリア・ハンガリー帝国からハンガリー民主共和国が独立した。 独立当時のハンガリーは二重帝国時代のハンガリー王国の領域である大ハンガリーと呼ばれる広大な領土を持っていた。この領域にはスロバキアとトランシルバニアが含まれており、チェコスロバキアやルーマニアとの衝突は必至であった。また、南部のクロアチアはセルビア王国が要求していた。ルーマニア軍はハンガリーの独立に関わらず侵攻を続け、 12月1日、アルバユリアにおいて、トランシルバニアのルーマニアへの併合を宣言した。ハンガリーはこれを認めなかったが、トランシルバニアはルーマニアに占拠され続けた。また、チェコスロバキアも、スロバキアの編入を求めて、スロバキアを占拠し続けた。独立後のハンガリーは、政情が不安定であり、カーロイ・ミハーイ首相の政権は脆弱であったため、これらに抵抗できなかった。 そのため、カーロイ首相に対する批判の声は、さらに高まった。1919年3月28日、ク訓イラ率いるハンガリー共産党が、ハンガリーの政権を握り、ハンガリーソビエト共和国が成立した。しかし、ハンガリー共産党に対する支持は薄く、国内はさらに混乱した。4月16日、共産主義国家に東西を挟まれることを危惧した。 ルーマニアは、ハンガリー国内に侵入した。ルーマニア軍に敗北を続けた、ハンガリーソビエト軍は国内を引き締めるために、5月20日に、スロバキアに侵入していたチェコスロバキア軍に攻撃を仕掛けた。しかし、スロバキアの脱会には至らず、敗色は濃くなった。また6月には、ハンガリー南部で、海軍大将ホルティ・ミクローシュが政府を建設し、 反共派の支持を集めた。8月、ルーマニア軍がブダペストを占領し、ハンガリーソビエト共和国は崩壊した。ホルティは、ルーマニア軍と撤兵交渉を行い、トランシルバニアの割譲が決まった。11月に、ルーマニア軍は撤退した。1920年3月1日、ホルティは、ハンガリー王国の成立を宣言し、摂政に就任した。 トリアノン条約で分割されたハンガリー。ピンク色はポーランド、紺色はチェコスロバキア、茶色はルーマニア、赤色はオーストリア、灰色はセルブクロアートスロベーン王国、緑色はイタリアに、編入1920年6月10日、パリの大トリアノン宮殿で、ハンガリーの国境確定を決めるトリアノン条約が締結された。オーストリア・ハンガリー帝国の継承国である。 ハンガリー王国は敗戦国であり、ルーマニア、チェコスロバキア、セルビアは戦勝国であった。そのため、ハンガリーに対する要求は過酷なものとなり、ハンガリーは大半の領土を失った。条約に対する不満がハンガリー国内に高まり、ホルティはドイツと協調して喪失した領土の回復を求めるようになった。ハンガリーの喪失領土ブルガリアは、 第二次バルカン戦争によって南ドブロジャをルーマニアに割譲しており、対ブルガリア講和条約の縫い条約でこの割譲は確定された。1938年から1939年のチェコスロバキア薄紫がミュンヘン階段でドイツへの併合が決まったズデーテン地方、大々色の部分がハンガリーが要求した南部スロバキア公職の部分が カルパティアルテニア。1938年5月頃から、チェコスロバキアのズデーテン地方に在住するドイツ人が、同地方の分離とドイツへの併合を求める運動が激しくなっていった。チェコスロバキアにドイツが侵攻するという観測が強まり、再度の世界大戦が危惧されていた。9月12日、ドイツはチェコスロバキアに対して、ズデーテン地方における。 ドイツ人の公正な処遇を要求すると声明を行い、イギリス首相、ネビル・チェンバレンが調停に乗り出した。9月19日、イギリスとフランスの中チェコスロバキア公使は、チェコスロバキア大統領エドバルド・ベネシュに対し、ドイツに対して、ズレーテン地方を割上することを勧告した。チェコスロバキアは一度は拒否したものの結局は、受け入れざるを得ず、 9月22日に、ズデーテン地方の活上を発表した。しかし、活上手続きには、時間がかかり、さらに、ズデーテン地方にある動産の接収を目指すドイツは、あくまで即時活上を求めた。同日、ハンガリーが、給料のスロバキアとカルパティアルテニアを、さらに、ポーランドが、チェコ領シレジアの活動を要求した。ドイツは、両国の領土要求を口実に、 英仏の調停を拒否し、軍の動員姿勢を見せた。世界大戦を回避するために9月29日、ミュンヘンに、独英不通の4カ国首脳が集まりミュンヘン会談が開かれた。9月30日に会談は終わり、ミュンヘン協定が成立した。協定では、ズレーテン地方のドイツへの割譲と、ドイツ軍による10日以内の占領を定め、さらにその他の地域は、 国際委員会によって、軽争地域の境界を定め、3ヶ月以内に行われる人民投票によって、帰属を定めるとした。ドイツとポーランドは、この協定に応じ、ズレーテン地方は、ドイツ、シレジアの内鉄線は、人民投票後の12月1日に、ポーランド領となった。しかしハンガリーは応じず、チェコスロバキア政府に即時割動を求めた。 10月13日には、ハンガリー軍が動員され、国境地帯に集結した。両国は、交渉を続けたがまとまらず、10月28日、チェコスロバキアとハンガリーは、ドイツとイタリアに調停を依頼し、その裁定に従うと発表した。これを受け、ウィーンで、ドイツ外相、ヨアヒム・フォン・リッベントロップと、イタリア外相、ガレアッツォ・チャーノが主導し、 国境確定の交渉が行われた。チェコスロバキアの代表団には後に、スロバキア自治政府の代表となるヨゼフティソ、カルパティアルテニア自治政府の代表となるアウグスティン、ボロシンも参加している。また、ドイツ航空大臣のヘルマン・ゲーリングも会議に参加している。11月2日に交渉がまとまり、条約が結ばれた。調停の結果、南部カルパティアルテニアと、 南部スロバキアはハンガリーに帰属することとなった。しかし、これに反発したスロバキアとカルパティアルテニアでは、独立運動が激化。11月9日には、スロバキアとカルパティアルテニアで、自治政府が樹立された。このため活動はスムーズに行われず、ハンガリー国内でも不満が残った。1939年3月14日。 スロバキアとカルパティアルテニアの自治政府はチェコスロバキアからの独立を宣言した。しかしハンガリーはカルパティアルテニアに即時侵攻し併合した。ついでスロバキア併合を目指してスロバキアに侵攻しスロバキアハンガリー戦争が起こったがドイツの仲介でハンガリーへの南部スロバキア割譲による和平が成立した。ルーマニアの地図。 黄色の部分がハンガリーに割上された北トランシルバニア。1940年、すでに第二次世界大戦は始まっておりドイツはフランスを下し、バトルオブ、ブリテンや独ソ戦の準備のために背後を固める必要があった。また、オーストリア併合からポーランド併合にかけての一連の領土拡張政策によって、もはやドイツは、 東欧において支配的な影響力を持つに至った。また、ハンガリー王国は南部スロバキア、カルパティアルテニアを獲得して国力を増大しつつあったが、一方ルーマニアはソビエト連邦のベッサラビア要求に屈してベッサラビアと北ブコビナを割上しており国力を限界させつつあった。ルーマニアとハンガリーの交渉は8月16日に ルーマニア・ハンガリー国境に近い町、トゥルヌ・セベリンで始まった。ハンガリーはできるだけ多くトランシルバニアを獲得することを望んだが、ルーマニアはできるだけ小さい領域を割上して済ますことを望んだ。この後ルーマニアの政府は、ドイツとイタリアに仲裁を依頼した。ウィーンで協議を行った。ドイツのリッペントロップ外相とイタリアのチャーの外相は8月30日に、 ベルベデーレ宮殿で最低の結果を発表した。同日条約が結ばれ、両国の国境が確定した。これにより、トリアノン条約で、ルーマニアに割上されたトランシルバニアの内北部が、再び、ハンガリーに帰属されることになった。また、イタリアはこの間に、南ドブロジャを要求するブルガリアの要請を受け、ルーマニアに割上を迫った。このため9月7日に、 トランシルバニア南部の都市、クライオーバで、クライオーバ条約が結ばれ、南ドブロジャは、ブルガリア領に編入された。ルーマニアに対する見返りとしては、軍事施設と銘打たれたドイツ軍がルーマニアに、駐在することになり、同国の安全保障の一助となったが、ルーマニア国王カロル2世は、多くの領土を明け渡したとして国民から、大きな非難を浴び、9月6日に、首相イオン。 アントネスク将軍のクーデターにより退位を余儀なくされた。ルーマニア軍は北トランシルバニアから14日以内に撤退することが求められ、代わりにハンガリー軍が進駐したが、この際に住民との衝突が起き、200人以上の住民が虐殺されたと言われる。また、会議に参加を求められなかったソビエト連邦は、独ソフカ新条約における秘密協定のルーマニアの こうに違反すると、ドイツを激しく非難した。第二次世界大戦終盤の1944年9月12日、ルーマニアは、数軸国から脱落して連合国と休戦協定を結んだ。連合国側として参戦する代償として、北トランシルバニアの割動は無効となった。終戦時、ハンガリーは獲得した領土のすべてを失っていた。終戦後、 パリ条約により、両委員裁定の無効が宣言された。南部スロバキアはチェコスロバキア、北トランシルバニアはルーマニアの元に戻った。しかし、カルパティアルテニアは、ウクライナソビエト社会主義共和国の一部分、ザカルパッチャ州として、ソビエト連邦に編入された。また、クラヨーバ条約は、有効となり、南ドブロジャは、ブルガリアの領土として確定した。 ありがとうございます。